ようやくアメリカからのパーツが入荷したと連絡が、店の方からありました。当初6月とかって言われてたんですけど、アメリカの、トランプさんが、自動車部品の輸入関税をどうたらこうたらみたいな話があったかと思うんですけど、なんかその影響を受けてか、ツインズデザインから Z1 モータースポーツで部品が、行くときにアメリカの関税でなんか長く止められてたみたいで、時間かかったみたいですね。で、入荷が大きく遅れたので、パーツ入ったものの作業順番待ちっていうのもあって、すぐには着手できないっていうことで、ちょっと待つということになりました。店の方からフィッティング画像が届きましたので、見てみたいと思います。お、リアバンパー、綺麗についてますね。綺麗にすり合わせられてますね。フロントフェンダーは特に大きな加工はなくついてるように見えますね。というか、ブレーキローターのサビがすごいっすね。これ、ベルハウジングは、ゴールドなんですけど、サビなのか、ゴールドの色なのか、なんかもうわかんない状況になってますね。リアフェンダーも綺麗についてるように見えます。右側も問題なさげですね。バンパーに被るパーツのところも綺麗にやってますね。ああ、もうエンジン降りてますね。加工に出てんのかな？右フェンダーは結構な凹みがあるんですけど、テープのところですね。うまいこと隠れてるのかな？あとは、フェンダーのウインカーがちょっとパーツにかかるので、これなんか考えないといけないですね。ああ、フロントバンパーに被る部分は、ストック用、バンパー用のパーツが届いたんですね。ウインカーのカット部分が純のバンパーと、これ合わないだろうなと思って、ツインズデザインバンパー用のものを頼んだつもりだったんですけど。でもパッと見はなんとか合ってるように見える。見えるけど、ここはあれかな。なんか加工しなきゃダメなのかな。細かいところは。フォグランプのダクトはなんかいまいちピタッとついてなさそうですけど、これ仮止めだからかな。ということで、仮付けが完了したということの確認と、あとはこれに合わせてホイールサイズの検討をしなきゃいけないので、久しぶりに店の方に伺って、現物を見ながら決めていこうと思います。Yeah.